Okay. I hope it does not crash again. Sorry about that. Okay. So now everything should be good. So continue. そんで春日につきまとい始めた妙な連中、まあ偶然なわけねえよな。やっぱ原因はこれか。Oh man. Okay. たたらひそか。こいつは一体何なんだい。いわゆる告発系ってジャンルの動画配信者だ。告発系？今やスマホのおかげで誰にでもスクープをものにする機会ができた。そういった動画をチャンネルで紹介するのが告発系だ。芸能人にやり捨てられた女が腹いせに証拠動画を送ることもあれば、正義感の強い政治家秘書が汚職を垂れ込むこともある。じゃあ写真週刊誌みたいなもんか。簡単に言えばそういうことだな。けど所詮は匿名性の強いネットで送られてくる情報だ。ガセネタも少なくね。そこがチャンネル主の腕の見せ所でよ。しっかり裏を取った上で信憑性の高いネタを紹介するチャンネルは人気になる。中でもこのタタラチャンネルは随一の信頼度と言われててな。過去にはこのチャンネルがきっかけで未解決事件が解決したこともある。今じゃ警察や政治家も欠かさず見てるって噂よ。だったら俺に関する告発、あれはなんだ、とんだガセじゃねえか。そこがわからねえんだよな。タタラチャンネルが見抜けねえくらい巧妙に作り込まれたタレコミだったのかもしれねえ。タレコんだな。どこのどいつなんだ。それは絶対明かされないようになっててな。だからタタラにはでかいタレコミが持ち込まれるんだ。こいつが俺の動画を公開したのはいつだ。3日前だ。再生数は300万を超えてる。で、タタラチャンネルが扱った以上、世間はそれを真実だと信じて疑わない。Oh man。タタラってのに連絡は取れねえもんなのか。もちろん DM でメッセージを送ることはできるし、もう送った。今んとこ返信はないけどな。けど仮にタタラが動画を取り下げたところで、後の祭りだ。一度ネットに上がったもんはあっという間にコピーが出回る。それにこの手の動画に飛びつく連中は鼻から真実なんて求めちゃいねえ。なんだよそりゃ。じゃあそいつらは何がしてんだ。叩いてもいい人間を探してるんだ。ストレス発散のためにな。罪もない人間を叩くわけにはいかないだろう。だけど悪人ならどんなに叩いても良心が痛まねえ。新時代のいじめみてえなもんだな。その一方で
悪事の抑止力になることもある。俺らだって4年前青木亮の独白をネットにアップしたろ。あれで世間の風向きが変わった。その矛先が今度は自分たちにも向けられたってわけか。皮肉なもんだ。すまねえ足立さん。ナンバー、俺のせいだ。あ、俺の脇が甘かったせいでこんなことに。おい、あんたらの新しい人生を俺が台無しにしちまった。本当にすまねえ。まあおめえならそう考えるんだろうとは薄々思ってたけどよ。なんで一番のせいになるんだよこのバカ。悪いのはどう考えたってデマばらまいたやつだろ。それに俺たちをなめんなって。これくらいの逆境これまで何度だって味わってきた。おうよ、ホームレスの時大雪の日に野宿したあの地獄に比べりゃこんなん極楽みたいなもんさ。これから何度だって這い上がってやるって一番、oh, man. お前だってそうだろ。ナンバー、足立さん、すまねえ。けど元坊の社会復帰についちゃ支援ができなくなっちまう。まあ仕事の供給源も窓口もなくなっちまうわけだからな。情けねえ、親さんの意思を継ぐなんて息巻いといてこのざまかい。今我慢の時だ。それより明日からもお前を頼ってくるやつがいるだろう。そいつらには事の次第を伝えてやらねえとな。ああ、そうだな。Now go. Just don't let me do my shit. Just. Ah, 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 ah,俺のせいで散々苦労させちまったけど、せめてガキにはまっとうな暮らしをさせてやりたくてよ。あ、あんたを頼れば俺みたいなのでもまっとうな職に就けるって頼む。仕事回しちゃくんねえか。すまねえ、実はよ、
俺がここをクビになっちまって仕事頼ってきてくれたやつにそれを知らせたくてここで待ってたんだ。本当にすまねえ。嘘だろ。俺はどこ行っても門前払いされて、もう首くくろうかって時にあんたの噂聞いてきたんだぞ。藁にもすがる気持ちでよ。Oh God。なのにその本人がクビだ。あんたも職がねえってことか。そんなバカなあるじゃんかよ。変な期待持たせやがって人を追うところでもいい加減にしろよ。おい、すまねえ、本当にすまねえ。畜生が。ちょっと、あ、春日さん、お疲れ様です。すみません、お騒がせしちまって。ああ、いや、あの、申し訳ないんですけど、俺がもうここに勤めてないって張り紙とか出してもらえないですかね。多分俺のいない間に春日に用があるってやつが来ると思うんです。それって元ヤクザです。お願いできますか。多分皆さんにご迷惑かけちまうと思うんで。わかった。こっちもそんな。よろしくお願いします。それに君もこんなところにいたって決まったことは変わる。何、喧嘩してたわけ。指揮試合でやめてくれる。すみません、もう行きますんで。佐々木どこ行くか事情説明しねえとな。いらっしゃい。ありがとうございました。どうも春日さん。急に押しかけてすまねえ。実は足立さんから聞いてます。俺も今月いっぱいまでだって。すまねえ、俺が不甲斐ないばっかりに。いいんです。なんか逆に諦めがついたっていうか、人生全部やり直す覚悟で心を入れ替えて真面目にやり直してるつもりだったのに。これでしょ、神様ってやつはとことん俺のことが嫌いなんだなって。佐々木、大丈夫っすよ別に。俺より春日さんの方がよっぽどひでえ面してるじゃねえすか。
いい夢見させてもらいました。それじゃあここを引き払う準備しないといけないんで。はあ、これからどうすっかな。カスがいるか。アダチだ。俺もいるぞ。アダチさんにナンバー？急に悪いな。今ちょっと時間あるか。時間だけは腐るほどあるよ。悪い、水しかねえけどいいかい。そいつはごちそうだ。いただこう。で、どうしたんだい。ちょっと気になることがあってな。お前、美咲には最近顔出してるか。なあ、その近所にはな、まだ俺を頼ってくれる奴がいるかもしれねえからよ。で、どうだ。そういう奴に出くわしたか。最初の何日かは来てたけど、今全然だ。俺がもう当てにならねえって情報が広まったんじゃねえかな。そうか。けどそれだけじゃねえかもしれねえんだ。どういうことだよ。最近な、青龍会がきな臭い動きを見せてる。青龍会が？星野が死んで頭だった高部が会長になったのは知ってるよな。まあ組の序列から言いや、それが筋だもんな。その高部が今無所に入ってることは知ってるか。2年くらい前のことだ。いや、そうだったのか。ああ、だが問題はその後だ。最近になって東城会や近江から放り出された元ヤクザたちが青龍会の門をくぐってるらしい。ああ、それも10人20人って規模じゃ収まらねえ数でだ。え、それって要するに青龍会が組の兵隊を増やしているように見える。もちろん星野や高部がいりゃそんなことはしねえだろう。だが星野会長は亡くなり、高部も服役中。ああ、トップが不在なのに乗じて青龍会内部でよからぬ動きがあんのかもしれねえ。せっかく仇になろうとしてた奴らを青龍会が極道に引き戻してるってことか。加えてもう一つ悪いニュースがある。どうやら佐々木も青龍会に行ったらしいんだ。佐々木が？職をなくして相当こたえてたからな。ああ、仇としてやってくことを諦めちまった。その可能性は正直否定できねえ。佐々木が青龍会に行ったって情報は確かなのか？うん、ホームレス村の馴染みからの情報だ。今の俺が言えたぎりじゃねえ、言えたぎりじゃねえけどよ、佐々木をまた極道に引きずり込むのを見過ごせねえ。あいつ敵としてやってこって腹くくったんだ、俺の目の前で。俺はあいつを助けて。まあそう言うだろうな、お前は。行くんだろ、青龍会事務所。付き合うぜ。
でもよ、放っておけねえのは俺たちも一緒だ。それに今の清流会が話の通じる相手がわからねえ。そんなとこにお前を一人で行かせると思うか、うん、足立さん、ナンバー問答無用だ。パーティー再結成だな。久々に冒険と行こうぜ、勇者さんよ。どう？勇者か。隣はあれがねえと閉まらねえ。Oh man。あれどこやったよ。あれ？あれだよあれ。勇者のバット。まさか捨てちゃいねえだろう。ああ、あれは確か。おい、なんだよあれ。いや、物干し竿がなくてよ。だからってあれ使うか？緊張感ねえなお前は。ああ、エモい空気が台無しだ。とだよ。たく、頼むぜ勇者様。頼りにしてんだからよ。お、よし、じゃあ出発するか。なあ、その前にちょっといいか。なんだよ。冒険に繰り出すにはまず装備を整えねえとよ。He goes with that look again. なるほどな。確かにお前はそのなりが似合ってる。何の因果か。またこのメンツで始まるんだな。こういうのをな、腐れんつんだ。正直言うとさ、俺は心のどっかでこの日を待ってたような気がするぜ。よっしゃ行こうぜ。ナンバー足立さん、世間様を浜の英雄と騒がせた俺たちだ。こうなりゃ誰にも止めらんねえぞ。ママ、あの人たち何してるの？あっち来なさい。しかし懐かしいな、そのバット。確か川の近くにぶっ刺さってたのを春日が抜いたんだったな。そうそう、俺と足立さんじゃ抜け。これは勇者の聖剣だとか言ってたよな。ガキの頃から勇者に憧れてたとはいえ、こいつは頭大丈夫。俺は今も変わらねえぜ。ふん、俺がこの世界を救う。ああ、おいおいおい、金ならないぜ。こんな年頃のおっさんが3人もいて嘘ついてんじゃね。おっさんがみんなか。おい勇者さん。へっ、やってやるんじゃねえ。かかってきやがれ。の、おい、こいつら、え、あ、何？いや、こいつ確か昔も、ああ、そうだった。思い、なんだよ。まあいいや、俺の番だ。ほら、来いよ。いやしねえな。かかってきな。ガツンと行くぜ。頑張りますか。見さらせ。どっち。行くか。うわ。Oh, brother.So good feeling. Eh?
おい。お。お。いらっしゃいませ。ありがとうございます。強そうですね。言い語りつけんな。やってやろうぜ。頑張りますか。こねえのか。舐めるなよ。かかってきなよ。見さらせ。Bam! You're out. Caught it, come it, Jenica. Ano.最強のパーティー再びだな。細かいことはいいんだよ。俺にとっちゃ頼もしい仲間さ。それに無職だろうが心は勇者だ。胸張っていこうぜ。お前のそういう根拠ゼロでも前向きなところ。Oh God, these dialogues. There were part as well in the last game of a trophy to have all of the dialogues. おめえらといると本当退屈しねえぜ。じゃあ。決まってこぜ、勇者よ。お。
The upgrade shop does not exist anymore. Oh, he's still gone. Cannot do the mini game of collecting cans. I cannot go and heal. Sag. Let's get three soup. Oh.
いらっしゃいませ。ありがとう。Wow. Blocking off my path, really? Nah, Unai Anna, da yo na. Suge, honmono no joshi Anna da. Nama de miru to maji de bijin da na.どうもありがとうございます。では。ちょっと待ってよ。ねえ、写真とか撮っていい？記念にさ。そんなことより、彼氏とかいるな？ねえ、俺たちにこうしてもいいかな？ Time for side stories. 俺とこいつ、どっちが好き？ねえ。急いでますので、それでは。おいおい、芸能人気取りかよ、つれねえな。あんまり俺ら怒らせない方がいいよ、うないさん。あの人、アナウンサーなのか。絡まれてるみたいだし、助けてやろう。おい、お前ら、嫌がってるじゃねえか。え？なんだお前。嫌がってるなんてなんでわかんだよ。俺らには喜んでるようにしか見えねえけど、なあ、その子が喜んだと、俺らは女子アナ、元の生活には戻れると思う。やってやろうぜ。頑張りますか。こねえのか。ざけるなよ。来やがれ。見さらせ。な、なんなんだよこのおっさん。まだやるか。やりません。すいませんでした。ふう、しょうもねえ連中で。大丈夫かい。はい、ありがとうございます。本当に助かりました。あんたアナウンサーなのか。はい、私 TBS アナウンサーの宇内梨沙と申します。俺は春日だ。春日一番、よろしくね。しかし有名人ってのは大変なんだな。あんな連中に絡まれたりするのか。いや、有名だなんてそんな。でもまあ、たまにああいう方に絡まれることはあるかもしれません。この辺はどん底の町とか言われてるくらいだからな。用心しなよ。この後も仕事か。あ、はい、今からラジオの放送なんですよ。ラジオ？はい、 TBS ラジオで放送しているアフターシックスジャンクションっていう番組なんですけど、知りません？あー、俺そういうの疎くてよ。でも家にラジカセはあった気がするから、ラジオなら聞けるかもな。ぜひぜひ。もしよかったらスマホとかでもアプリで聞けたりしますんで、聞いてみてください。どんな内容なんだ？ゲームとか映画、音楽、漫画まで、いろんなエンタメを取り上げて熱く語る番組なんですよ。私も曜日パートナーとして出演してるんです。私が出るときはゲームの話が多いですね。私ゲームが大好きなもので。へえ、ゲーム好きなのか。
俺も昔すげえ遊んでたんだぜ。ずっと勇者になるのが夢だったんだ。勇者に。そうですか。いいですね。ちょっとヤバい人なのかしら。けど最近はゲームも全然やれてねえからな。そのラジオで勉強してみるのもいいかもしれねえな。ぜひ。今日助けられたこととかもラジオで話しちゃおっかな。ラジオで流してもらうほど大したことはしてねえよ。じゃあな、うないさん、気をつけていけよ。あとラジオ頑張ってな。はい、ありがとうございました。春日さん、ラジオか。久々に聞いてみてもいいかもな。家のラジカセで聞いてみるか。あとスマホのアプリでも聞けるとか言ってたな。Radioactive。 今夜も放送が始まりました。Oh, I have the まあな。Castle Key。お。はい。
そう。We going through the underground way?Yeah. Let's buy some healing stuff. いらっしゃいませ。ありがとうございます。Top of my health. Yeah. Let's go. Eh? So か Time to dive into the sewer. Hey. これ、橋の下に穴が見えるだろう。あれが入り口だ。こんなドブ川いつまでも泳いでらんねえ。早く行こうぜ。もう限界だ。これ以上は泳げねえ。あの辺りから上がれそうだぜ。もう一踏ん張りで頑張る。本当にこんな下水道が清流会に通じてんのかよ。ええ、間違いねえ。ただ怪しい連中が住み着いてるって噂もある。用心しろよ。What goodies are he?絶好調だ。あ、
この手でひねり勝ちに行こうぜ。出番が来たな。俺の番だ。Boom. Done.うまいね。心の子供バッチグーよ。勝ちに行こうぜ。面白そうなやつだな。俺の番だ。態度でかいね。あっち来い。くらえろ。出番が来たな。来ねえのか。やるのかよ。黙らせてやる。よし、やるぜ。向かうぞ。敵なし。だな。おお。何見てやがる。すぐに楽にしてやるぜ。やろうぜ。の番だ。ガツンと行くぜ。出番が来たな。さあさあ、おいでなさい。必殺。いつでもいい。行くか。やってやろうじゃねえか、おい。逃がしゃしねえぜ。頑張りますか。よし、やるぜ。ふん。あれ。出番が来たな。受けてみな。I've done this all for just some sneakers here, really.
しを見下しとるんじゃろ。やるとかやるぞ。さっさと始めようぜ。よし、やるぜ。はあ、ずっと逃がしゃしねえぜ。出番が来たな。ほコツつかめたんじゃねえか。俺人生これ成長ってな。開けてみるか。やったぜ。Well, at least I've got nearly full gear for Ichiban. Also, I don't know why, but I really want to say like Ichigo, even though that's a completely different Ichi. Fire burns! Right? I'm right.元の生活には戻れると思うんじゃねえ。ガンガン行くぜ。やろうよ。どうした。出番が来たな。高年が必殺。
ガツンと行くぜ。ぶっ飛べ。頑張りますか。Nothing. Ah, there's some.Oh, big boss battle ahead. Let's go! どうやらうまくしの会長室は。おう。おい、てめえら！あらら、そいつ。後で文句言うんじゃねえぞ。勝ちに行こうぜ。俺の番だ。受けてみな。潰れちまえ。容赦しないぞ。見さらせ。行くか。よし。黙らせてやる。よし、やるぜ。Whoop your ass! Bam! Also, I'm a little bit tired because I'm now nearly streaming like for 3 hours. So I'm a little bit less talkative. あれだけ派手に暴れたんだ。連中、結相会で追ってくるぜ。こそこそ隠れる必要もなくなったってことだろ。このまま会長室まで突っ走るぞ。え、my TV wants to turn off because is it already like 4 hours? Am I imagining it? Because my TV does that at the 4 hour mark.I'm strutting.気合入れてこぜ。I got that swag.
俺の番だ。かかってきな。かかってすまん。ガツンと行くぜ。行くか。Ooh, another round? Kamasu de. Kochi miro. Hissa. Three people in one breath. てな。いけるじゃねえか。うん、いいね。こりゃうめえ。うん、いいな。体を温めとかねえとな。Ooh, I can go down. New. Next big battle? No? Okay.Now, next big battle. Joshi, we need to catch you, go there. Ush, yell it. Yell it. Sate. Come up there. Don't stop.必殺！Teamwork is dream work.
It does not let me go there. This room is empty. There's a healing room close by and safe, so... Big fight ahead. Ooh, this is safe.開いたぜ。Safe again. Not time for the big, big boss battle. Oh,好き放題暴れやがこの清流会に土足で踏み込んだ落とし前。たく。会長室は目の前だってのに。おい、どうすん。やっぱダンジョンのこの手でひねり通しかかってきやがれ。よし、やるぜ。ほら来い。うん、ガツンと行くぜ。守りの堅い野郎だ。叩いて倒れねえ相手なら投げて崩すってのも。次は俺だ。ズリア！ダクター！俺の番だ。受けてみな。そら！容赦しないぞ、見さらせ。QTEs。逃がしゃ
つけろ。でかいのが来そうだぜ。Man. ここが会長室だったよな。ああ、気合い入れてくぞ。来週の定例までには話をつけておけ。ああ、先方の条件を飲んでいい。以上だな。では引き続きよろしく頼む。すみません、お待たせしました。高部会長の留守を預かっております。若頭の海老名と申します。はじめまして、春日一番さん。Man.俺らのことは高部から聞いてるってとこかい。ええ、お噂は金がね。あいつは無所に入ってるんだったな。会長は三下の起こした事件で使用者責任を問われまして、お勤めが明けるのは2年ほど先になります。あんたさっき留守を預かってるって言ってたな。その割には見覚えがねえ。新参でして、清流会の門をくぐったのは大解散の後になります。それで今かしら。ずいぶんなスピード出世だな。あんた相当できるらしい。恐縮です。ですが前会長が亡くなり、大解散の混乱もありで人手不足だったというのが実情だと思っています。もっとはっきり言ってしまうと、金稼ぎがうまかったということに尽きると思います。ヤクザとしてはあまり堂々と言えた話じゃありませんが。謙虚さもバッチリだ。話を戻しましょう。高部会長からあなた方が清流会並びに偉人さんの恩人であると重々聞かされています。ご挨拶が遅れて申し訳ありませんでした。盛大なお出迎え痛みいるぜ。うちは警備体制が徹底されていましてね。私が直接許可を出さない限り侵入者は無条件で排除されます。今回は春日さんのお姿を確認してから少し指示に時間がかかりました。もう少し融通聞かねえのか。下手すりゃお互い怪我じゃ済まなかったとこだぜ。すぐに警備を解除すれば浜の英雄がどれほどのものか見れなかったでしょう。清流会を預かる身としては私も話し相手はそれなりに選ぶ必要があるんです。ご理解いただけますか。ま、
押しかけてきたのは俺たちの方だ。ご理解するのが筋だろうよ。恐れ入ります。それより海老名さんよ、俺たちがここへ来たのは存じ上げています。佐々木さんのことですよね。話が早くて助かるぜ。こいつはどこに向かってんだ。山奥まで行ってそのまま埋められるとか。ご心配なく、向かっているのは港の倉庫です。佐々木の話するのになんで場所変える必要があるんだよ。百聞は一見にしかずと言います。4年前の大解散以来、清流会でも足を洗いたいという組員が現れ出しました。高部会長は彼らを積極的に足抜けさせようとしたんです。ですが極道の社会復帰には大きな壁があります。元坊五年上皇だな。ええ、あのルールがある以上、元坊はろくな仕事にありつけず、大半の者が路頭に迷う。そこで会長はまず、One moment。組を抜けた人間が誰でも働ける職場作りから始めた。職場？ええ、間もなく到着しますよ。ハンピン・リューマンが使用していた倉庫を我々が買い取ったんです。そして世界中から運ばれてきたゴミがここに集まっている。ゴミ？ゴミといっても、今春日さんがご想像しているようなものではありません。Human trafficking？ その国にあってはならないもの。例えば、現職大統領の不倫の証拠や、不正な金の移動履歴。学者にとっては美術品だが、とある組織にとっては破壊すべき負の遺産。そういった物を密かに保管するのがここのビジネスです。もし依頼人の要請があれば、ゴミは即刻物理的に処分もできます。つまり彼らは日本というこの島国で安全にゴミの扱いを先送りできるんです。バカでかい貸金庫みてえなもんってことか。ええ、金庫の外壁は鉛で覆われて X 線でも中を覗けません。内部は真空状態を維持して経年劣化を防いでいます。その分保管料は高くつきますが、それでも世界中から行き場のないゴミが次々と運ばれてくる。まったくヤクザってのはすごいしのぎを考えつくもんだな。こちらは清流会のしのぎではなく、フロント企業のビジネスです。つまりこれが組を抜けた者たちの職場？ええ、
近江連合と東条会の大解散後、社会復帰できなかった元坊たちは再び極道に戻ろうとしています。5年ルールに屈した人間、ヤクザでしか生きられない人間、理由は様々ですが、その人数は推定で1万人以上。まだそんなにか。彼らが杯を求める先は清流会のような地方組織です。一つでも組織がある限り、どこまでも追いかけて杯を乞うでしょう。そこで高部会長は全国の地方組織と連携して一斉解散を計画していました。地方組織の一斉解散？広島の陽明連合、北海道の北方組、沖縄の流動一家、他にも多くの組織が水面下で調整を行っています。いわば第二次大解散です。これが成功した暁には、本当の意味で日本から極道がなくなるんです。私は会長の留守の間、その目的を粛々と進めているに過ぎません。あの高部がそんな風に動いていたなんてな。先の大解散と同じ鉄を踏まないためにも、極道たちに職場を用意してから第二次を決行する。そのためにあらゆるビジネスに進出しています。正直失敗するものもあるでしょう。でもなりふり構ってられません。目の前のやれることを全力でやるだけです。第二次大解散は具体的にはいつやるつもりなんだ？機が熟したら。今はそうとしか言えません。初対面の俺らにここまで話してくれたんだ、十分だよ。感謝するぜ。春日さん、それに足立さん、あなた方の元坊への社会復帰支援についてはかねてより存じ上げています。もちろん現状の窮状についてもですが、我々の目指すところは同じはずです。荒川真澄の意思、ヤクザ者たちを一人残らず社会復帰させるという途方もない夢、それをどうか我々に預けていただけませんか？春日さん、足立さん、佐々木、やっぱりおめえもここに来てたんだな。すみません、俺正直言うと清流会には杯もらうつもりで門をくぐったんです。でも海老名さんは肩着のままでいいって。謝ることなんてねえよ。お前がいいならそれでいいじゃねえか。佐々木さんは我々が責任持って面倒見させていただきます。よろしいでしょうか？正直こんなドーンとやってくれんなら、俺らが細々やってきたことは何だったんだって気もする。でもよ、海老名さん、あんたと清流会の志、本当にありがてえ。俺なんかがこんな言い方偉そうだけどよ、どうか世間で路頭に迷ってる奴ら救ってやってくれねえか？ええ、もちろん。確かに受けたまわりました。春日さん、うん、もしまだお時間ありましたら会っていただきたい人がいます。俺に？いや別に時間はいくらでもあるけどよ。ありがとうございます。では今呼びに行かせますので。その必要はない。おっと、すでにおいででしたか。まさか。久しぶりだな、一。沢城の頭。What?
けねえもんだな。沢城の頭、無所にいるはずのあんたがなんでここに。しかもその罪は青龍会の会長殺しだ。海老名にしてみりゃ親の仇ですよね。なのに随分大事に扱われてるみたいじゃないですか。バカのお前でもそのくらいは気づくか。イチ、人のことをバカだのアホだのよく言い飽きないっすね。癖ってのは抜けねえもんだ。やられたな。それでどういうことなんです？ I'm so confused。 早い話、4年前のあの日、星野会長を手にかけたのは俺じゃなかったんだよ。え？We get a flashback?Okay. ずいぶんと遅い到着だな。星野も待ちくたびれたってよ。わが、これは一体。それはこっちのセリフだ。今までのお前ならもうとっくに片付けてたはずだ。沢城、お前じいさんが狙われてるってわざと情報を漏らしたな。Man. うまくいきゃお前がじいさんを殺す前に一番が止めに来てくれる。そいつを期待してたんだろう。はい、肉だったな。だから俺より先に別の殺しを送り込んだってことですか。その手柄はお前にくれてやる。青龍会の会長を仕留めたとなりゃ、ムーション中で幅利かせられんだろう。もうとっくに若の信用を失ってたんですね、俺は。沢城、それは違う。最初からそんなもんはなかったんだ。That hits hard on so many levels. But I won't go into details because you need to have played the previous game.星野会長を殺したのは別の殺し屋だったってことか。そしてそんな風に若から切られても、あんたはおとなしくその罪をかぶった。俺が星野会長を殺しに向かってたのは事実だ。そうならずに済む。何か奇跡を期待してたとしても、それを私は無実ですってのも白々しいじゃねえか。黙って罪をかぶったのには
他にも理由があったんじゃないですか。そうだな。いくらかは罪滅ぼしのつもりだったのかもしれねえ。メーン、俺は若が、いや、自分の息子が腐った道に沈んでいくのを見てるだけだった。甘やかし放題甘やかして荒川の親父にまで手をかけさっちまった。俺はそれを止めるどころか後押ししてたわけだからな。おー、ゴッド。無所に入ってから俺はもう死ぬ日を指折り数えて待つだけだが、そこへ待ったをかけたの奴の代理人ってあなたの無実を証明できる。じゃあ海老名は。ああ、切れ者だよあいつは。そんな海老名が俺を無所から引っ張り出そうと、その目的が極道の第二次だ。お前もさっき聞いた通り荒川の。となれば、あん、俺は東上界から近江に寝返って構想はおり、そんな男に頭下げさせりゃ全国の極道に引導を渡すからには。随分損な役回りっすね。今の俺にはおあつらい向きの仕事じゃねえか。無所いるだけでてめえの罪償うな。頭、今夜は海老名に頼んでお前と引き合わせてもらった。だが俺の身の上話をするためじゃねえ。言えた義理じゃねえが、一、お前に頼みがある。あんたがこの俺に。それも急ぎでな。引き受けるかどうかは話を聞いてからにさせてもらいますけど。確か職にあぶれたんじゃなかったか。時間はあるはずだ。Oh, man. で、沢城の頼みってのが何か分かってもねえのに、言われるがままパスポートを取ってきたと。そうかもね。何にせよ外国に行かされるような頼みなんだよな、パスポートがいるってことは。詳しい話はこの後。お前一人で危なくねえのかな。あの沢城を信用できんのかよ。あの人が俺をどうこうしようってんならもうとっくにやられてる。うん、確かにな。とにかく行ってくる。実際仕事はねえし時間もあり余ってんだ。今の俺を必要だって言ってくれてんのに無下にするのも悪いしな。平安楼までは俺らもついてってやるよ。暇持て余してんのはお前だけじゃねえんだ。I would say I'm going to end the stream and just randomly grind off stream. I hope you all enjoyed it and see you next time. Let me look if there is someone that I could raid. Let's just raid me. Get pulled by... by me by herself to her own stream. So, again,
hope you enjoyed it and see you next time. Bye bye.